マリア・アントニア・ホニエス・スター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア提出の分子、ハプスブルク・トスカーナ家出身の大公女。トスカーナ大公レオポルド2世の彦。レオポルド・ザルバトール大公と、その妻で、スペインのカルリスタ多い請求者である、マドリード公、カルロス・マリアの娘ブランカの間の、第六子、四女として生まれた。全名は、マリア・アントニア・ローベルタ・ブランカ・レオポルディーナ・カローレ。 ヨーゼファ・ラファエラ・ミヒャイエラ・イグナティア・アウレリアである。家族からは耳の愛称で呼ばれた。両親はビーンにパレットスカーナとビルヘル・ミーネンベルク城の二つの城官を所有し、校舎の城だけで80人以上の使用人を抱えるなど裕福な資産家だった。9人の兄弟姉妹がいたが、すぐ下の妹アスンタと一緒に育てられた。1918 1919年の二重帝国と君主制の崩壊に伴い、対抗一家は皇族の身分と全財産を失った。対抗一家全員はオーストリア共和国市民に登録するのを拒み、1919年1月にスペインのバルセロナに亡命、以前に比べると貧しい生活を送った。年の離れた3人の姉ドローレス、マリア・インマクラータ、マルガレータが、 両親に従順だったのに対し、マリア・アントニアとアスンタの年若い二人の姉妹は反抗的で頻繁に母ブランカ大公妃と衝突した。二人姉妹は徐々に宗教生活に傾倒していった。両親は共に信心深いカトリック信徒ではあったものの、下の娘たちの信仰生活への情熱に不安を感じていた。母大公妃は、 マリア・アントニアの修道院に入りたいという願望を理解せず、彼女の宗教的な情熱が妹、アスンタに影響を与えることを嫌った。両親はマリア・アントニアの決心を翻すきっかけになればと、マヨルカ島への旅行に娘を伴った。これは、父大公のおじで、マヨルカ島に陰性したルートビヒザルバトール大公が残した資産の相続請求のための旅行だったが、両親は、 おじの遺産を得ることはできなかった。しかしマリア・アントニアはこの島で出会った男性と恋に、落ち、修道所になる決心を捨ててしまった。相手は、貧窮した、下級貴族の息子ラモン・オルランギスイ・ビジャロンガで、彼の父親は、貴族の資産税を支払うことができず、借位を剥奪されていた。二人の婚礼は1924年6月16日に、バルセロナで挙げられた。夫妻は、 マヨルカ島で暮らし、一男四女の五人の子女を設けた。長男フランオルランディスイ・アブスブルゴは、1963年にピノパール男爵に除せられている。1936年にラモンと種別すると、スペイン内戦を避けて南米に移住した。1942年、モンテビデオでアルゼンチン人、ルイスペレススクレと再婚した。ありがとうございます。